さ、ちょっとさ、お肉もみもみにしてほしいんだけど、できます？できる。テレンテレンテレン。片手。テレン。うん、片手で。こっちの手で、さあ持つ。よーくお肉に味がつくように揉み込んでください。今日は何ですか？酢豚。酢豚。私は、ね、本当は黒酢の酢豚が好きなんだけど、ちょっと子供寄せにしてケチャップのスタンダード。じゃあレントさん、ちょっと調味料を合わせてくんない？うん。じゃあ酢をね、大さじ6。醤油も6です。豚こまで。結構使う、ね。塩コショウとマヨネーズと生姜をちょっと入れて。ちょっと小さめにしてるの。味噌スープ。何の味噌スープですか？今日の昼間のね、残った端材、こういろんなのいっぱい入れた、えのきとかさ、こういろんなの。ああ、作り置き動画のね。そうそうそう。和風だし、いっぱい入れたからその中。もうさ。網通さんかったらもうその味噌何じゃあ味噌こしきのそれは。何が？ちょっと本当に自分の体と向き合わなきゃなと思って。今年こそ、まあ言葉と BGM が合ってないけどね今ね、ちょっとね、油物やってる時私は何を言ってるんだと思ったけど、私の場合は卵を産みすぎなの、だからその体の変化が多すぎたので、早く3人目ぐらいまで全然普通にあれしてたからね。キララぐらいの時ね。ちゃんと戻してあれしてたんだけど、ちょっともう体重を重ねちゃったから、戻る前に妊娠してみたいな。重ねちゃって、自分の平均体重が分からなくなっちゃった。私これ普通だっけとか思うようになっちゃって、まあでも平均上げてるんでいいんじゃないですか、いい意味でも悪い意味でも、出生率も上げてるし、いらなくていらないんでね、あえてこの人参の薄さにしてるんですよ、もう薄くないと早く火通んないもん、肉も入れて、
けじゃない？完成です。完成です。美味しそう。たたん。はい。今日は雑穀米です。作り置きでマリネですね。はい。じゃあ手合わせてください。いただきます。いただきます。はい。人参がバンドボリボリ言った。美味しい。柔らかい。柔らかかった。よかった。シャキシャキって言うんですか。うん、シャキシャキを残したかった。やっぱりね。すぎるから。チンかます？チンは後でかます。かましたほうがいいね。辛みもなくて歯ごたえもたっぷりで最高の。これにするまでにえらい時間かかるわけ。これを熟練するまでに。あ、なるほどね。うん、私ぐらいになるとね。絶妙のバランス。うちみんな閉じこもって寝るよ。給食なんだった？揚げシューマイとラーメン。ラーメン出んの？どういうこと？麺？麺？つけ麺みたいな。中華麺みたいな？うん。私あれ好きだった。ソフト麺みたいな。うん、食べたことないんですよ。ギリギリ。え？多分食べてない世代かも。牛乳は瓶だった。え？どういうこと？牛乳は僕瓶でしたよ。え、パックだったよ。え、レントはパックだよ。え、瓶。マジで。え、だから普通瓶じゃないの？昔って瓶で、だからその蓋集めてさ、麺粉みたいな作ってさ。俺いつの人？ちょっといつの人かわからないもん。ちゃんはあれ牛乳出る？出ない。うん？出ないんだ。うん。お茶？うん。これ水筒で？そうか。水筒持ってってるから。ああ。だけど、もともと、買いたいって言ってるあのちっちゃいやつ。ん？ちっちゃい牛乳？始まんの。ガン付きやってたけど。表情で読み取ろうと思ったけど分からなかった。違う。ママが。あのあれじゃない。あ、ヤクルト。ああ。レンダは今度給食作っていいよ。本当に。ちょっとじゃあやろうだ。給食委員さんになったり。ありがとう。ヤコさんセーラー服持ってないんですか。ないけど、あのノエルが入るか。